はい、楽器を一度も触ったこともない初心者の方から、日頃部活動や、楽団などで演奏されている方が中心です。小学生から大人の方まで通われています。はい、金管楽器は、こう息を使って唇を振動させて、楽器を演奏していきます。このように、演奏していきます。基本的なこういうトランペットの音の出し方を中心に、できるだけ曲にもチャレンジをしながら音楽的な練習にも取り組んでいます。はい、とりあえずトランペットを吹きに行ってみようかなという方はもちろん、吹奏楽部の皆さんは普段演奏している曲や、普段のこう基礎練習を、持って、ぜひ体験レッスンにいらしてください。お待ちしております。